恋愛ドラマにハマってるんですけど、恋愛ドラマやってほしいなって思う女優さんとか俳優さんいますか？もう今女優さんも俳優さんって言うからな。これガチガチガチ。ええやん。すごいな。わかればええやん。今のご時世ほんま怖いですから。僕たちが言ってるんじゃないですよっていう。それだけ言っときたい。確かに。わかるから。看護婦さんっていうのないからね。そうやな。看護師は。看護師は。そう。分かってるよ。俳優さんもそうですか。そうですね。僕たちはあのそういうつもりで言っておりません。ではどうぞ。ではどう。行きづらいねお前の毎回。スタンスがディベートやねん。仕切り方がディベートやねん。マジマジマジ。これは言ったかんとあらかじめ。はいはいはい。そう。なんかいる？ヤス。ヤスはももかちゃん。おお。それはね。こいつはももかちゃんももかちゃん言うてお前しょうもない人間やで。さあヤスがしょうもない人間。ああ。俺が？そう。なんだよ。おそらくいろんな女性の俳優さんがいるわけだから、ももかちゃんももかちゃんってあるから、もっとさ、なんかフラットに見ようよ。しかも俳優さんじゃないしな、ももかちゃん。アイドルか。いや、質問に答えてんの。どっちでもあるよ。あ、そうなの。アーティスト兼俳優さん。いや、こいつの顔見てみ。ドラマ出てはる。出てる、出てる。おお、そうなんや。出てる。なんていうドラマ？なんてやつ？ファンか、これファンじゃないか、これでわかります。これでわかります。はい、携帯使わないでくださいね。なんやったかな、なんか漢字が読めへんかって。ディスタンスみたいな。ディスタンス。じゃあ、お調べさせていただきます。なんちゃら恋ディスタンスみたいな。惜しいな。ちょっと惜しい。いや、ちょっと惜しかったわ。ちょっと惜しいやろ。あと、純愛ディソナンス。ディソナンスや、それそれ。あと、純粋に純愛が読めなかった。純愛が読めなかった。学の低さが露呈してしまった。まあまあ、でも惜しい。まあまあ、でもそうよね。確かに、ちゃんと認識はできてたって。そう。で、買っちゃうわ。いや、いますね。お僕はやっぱり七尾さんが。ああ、でも結構出てはりませんか？出てはりますね。でも恋愛ドラマ結構少ないかもしれんな。確かに。うん。言われてみたらそうだ。意外とないかもしれん、恋愛ドラマ。でもその、なんていうかヒロインとかではないよな。そう。だからこそ見てみたい。ヒロインでの七尾さんを。もうほんまに、確かになんか俺のイメージ言っていい。うん、そういうライバルやったりとか、ちょっと邪魔する。うん、まあそう、ね、そうそう、そっち側が多い。立場のイメージあるけど。もうほんまに主演として見たいですね。あ、うん、いいかもしれない。はい、トミーを。僕は安川翔太。俺かい。はい、僕はぜひ安の恋愛ドラマ見てみたい。なるほどね。でももしそのテレビ局がそれを許さないのであれば、まあ、俺らで作れる。それはどういうキャラ的には、どういうキャラ。ヤスはもう王道の王子様。あ、王子様ね。王子様で、うん、まあ、ルミがヒロイン。あ、もうルミなんや。もうだって俺らのチャンネル出てくれる女の子なんかルミぐらいよ。確かにな。でルミがヒロインで、かっちゃんが恋敵役みたいな。まあいや、ヤスとそのかっちゃんは、いや、親友やねんけど、はい、そのルミを取り合うみたいな。あー、そういう構図か。そうで、レイヤーが、まあ、ヤスとかっちゃんともう一人。高校の教師とかでいいんじゃん。いや、そこも友達がいいんじゃん。俺が飼ってる犬とかでいいんじゃん。レイヤーが、レイヤーと俺も友達じゃない、ここ。俺、レンヤ、かっちゃん、やすが友達で、はい、花壇みたいなってる、割合が F4 みたいなで、そう、まあ、いわゆる高校の話やねんけど、うん、もう、超御曹司の4人組。あ、じゃもう完全にパクってるやん。花壇やん。花壇やん、それはもう。なるパクやん。よくないよ。やとしたら、やすが道明寺ってことになるって。あ、みよじゃ道明寺。なるパクりやん、これ。あったんて。で、かっちゃんが、花沢。花沢るい。花沢るい。ひどいな。まあ、きのっていう。いやいや、だからそれルミで、ルミって呼ばないから、それ一回練習してた。一回ルミで練習して、マーキのルミで、ルミでマーキの練習やってもらっていいですか。その代わりドーミョジもやろな。でも俺は許さへんね。トミーは多分西風総一郎やから西風総一郎のマーキの番ルミもやってもらおう。これやってもらおう。知らんで、ほんまに道連れやっていい。なら、いけますかね。ルミルーミ。これはひどいな。これはほんまひどい話やで。ひどいなよ、これ。許可取っといた方がええぞ。ほらか。ほんまに。ほらか。巻き込み事故もええとこよ。ほんまに。